磨くならセンスを磨け、オビディレクターの大藤でございます。フッチーでございます。ダスラーでございますです。ちょっと前に、はい、下北沢で古着屋散歩行かせていただいた時に購入してきたダスラーのジャージですね。はい、はい、なんでダスラーって言ってるかというとダスラー兄弟が立ち上げたからダスラーって言ってるんですよ。ドイツのブランドですね、はい、アディダスといえば、はい、本当に古いブランドでございまして、スポーツ業界ではトップに君臨するぐらい古いブランドでございまして、1920年ぐらいから多分あるブランドですね。靴の製造からスタートしてるっていう感じですけど、はい、そこからまあスポーツウェア、スポーツ全体っていうところにこう広がっていくっていう、そういう歴史を持っているアディダスなんですけど、我々多分30代40代の方々で古着をこれまで通ってきた方々は必ずと言っていいほどこのジャージは着てきただろうということで、はい、そのやっぱり当時のその洋服に対する熱い思いをやっぱりこうなんかもう一回ね燃やす、その思いでそれを最近探してたの。それももちろんあるよ、あの時のあの感じいいなっていうのもあるし、なんで急にそれなのかなって。だってスポーツっていうところに多分ね自分の気持ちが多分いってるんだと思う。それはサッカーがベースではあるんだけど、うん、例えば今年で言うとさ、ワールドベースボールクラシックみたいなやつあるでしょ。はい、分かんないけど名前は、はい、とかもそうだし、うん、女子のワールドカップとかもそうだし、はい、ちょっとコロナが落ち着いてそのスポーツのその世界大会というか、うんうん、まあ、そういった催し物がものすごく多分多くなってきているっていうのもあります。昨年のワールドカップも含めなんですけど、スポーツ要素をファッションに取り入れるって日常的に無意識に多分皆さんやってると思うんですけど、うん、この手のアイテムは多分意識的に多分取っていかないと取り入れないでしょう。まあ難しいよね。そうだよね。だってスニーカーとかだってさ、言ったらスポーツアイテムだし、そうだね、スウェットもスポーツアイテムじゃないですか、はい、それって結構こうファッションにものすごくこう浸透しているものだと思うんですけど、うん、それよりもうワンランク上のスポーツの要素みたいなところを取り入れてみようよっていう、っていうことですね。そういうことです。数々の人たちがこういう多分スリーストライプのジャージを多分着てきたと思うんですけど、フッチ着てきた？もちろんですよね。でジャージも下も持ってる。俺は下の USA 持ってるからね。持ってますよね、はい、でこれは古いものではない、そんなに年代が正直ちょっと正確には分かんないけど、うん、まあ、2000年代前半とか、まあ、確か90年代にもしかしたら出てるようなものなのかもしれないけど、はい、アメリカで買い付けてるダメージドンさんがアメリカで買い付けてきたユーズドのジャージでございます、うん、ロゴに関してはアディダスオリジナルさん、現行よりちっちゃかったよね。ちょっとちっちゃいね、うん、一応現行のものもあったんですけど、それと比べてみるとちょっとちっちゃいっていう、素材も光沢がちょっとなかったのかな。そうですね、こっちの今僕が着てる方が光沢がちょっとなくて、はい、意外とこう着てみるとファッションに取り入れやすい。それこそさバレンシアガとかさ、まあそうだね、ゴリゴリもう本当に先週そのまんま出してますか。このまんま出したのこれもオーバーサイズでとんでもなく高かったけど、めちゃくちゃ高いからもうあれアディダスのジャージのセットアップで40万ぐらいしましたねそれをさハリウッドの人たちはもうノーノーと着てるわけですけど、ね、まあ、我々そんな財をなしてないやまあなんかそうね、そこにね、そうですね。でもそれも要は古くから来るスポーツファッションのシーンからインスピレーションされてるわけじゃないですか。そうだね、時代だろうね、はい、ちょうどやっぱりコレクションでもそういうのが発表されて、意識的に多分アディダスっていうところが頭の中に多分皆さんもそうだと思いますし、僕も多分あってこの3ストライプを探し出したっていう感じかな。だからあのサチモスの4スがこう先駆けってことだよね。そういうことになります、はい、彼はだってもうアディダスのオフィシャルの CM も出てますから、はい、俊介とかと一緒にね出てますよ。出てましたね、はい、でまあ本当に言ったら例えばスポーツブランド、まあ、ビッグブランドで言うとナイキに次ぐ2位の、うん、その売り上げをこう持ってるアディダスさんなんですけど、まあ、歴史的には本当に一番古くて、そうだね、いいものむちゃくちゃあるんだよ本当に。かっこいい、はい、これまでも、まあ、僕シューズとかご紹介したりもしたけど、まあ、ウェアっていうのはしてなかったっていうのもあるんで、うん、ご紹介するっていうのがなんかこういいのかなと、はい、まあ、着こなしも含めて見ていただきたいなというところでございまして、
あのこれ形がとにかくいいんですよ、うん、はい、こんな感じ、うん、言ったらブルゾン的な感覚で、そうだね、本当にジャージだから、はい、ものすごくこう動きやすくて着やすいっていう、うん、どうしてもこいつが主役になる 100%、うん、なんだけど我々本当にシンプルおじさんからすると、はい、持ってる洋服が至ってシンプルなんで、うん、こいつぐらいがこう春に一番上のアウターでポンってこう、そうね、はい、入ってくるとあれみたいな、いつもなんかすごいシンプルなのに今日は違うじゃんみたいな、まあ、だいぶ変わる、ね、違うでしょ、だってもう今見ていただいてる方もあれ今日のユーヨークにちょっと違うな、確かに、サッカーの練習前かなみたいなねここに見るとバンドさんそのまんまっていう話なんですけど、本当にシンプルに取り入れてもらいたくて、これに関しては、うん、今ちょうど僕が中着てるのは本当 T シャツ1枚っていう感じなんですけど、うん、ツールックほど組ませていただいております、はい、でスポーツとファッションっていうのを、まあ、どういう風に掛け合わせるとこういい感じになるかっていうのをちょっと参考にしていただきたいなというところで、一つ目のルックはもちろんこのアディダスのジャージがメインなんですけど、はい、下にですね、スウェットのパンツ、はい、カジャのスウェットのパンツなんですけど、はい、これでもね注意してもらいたいのはカジャのスウェットのパンツってレングスのその裾口が切りっぱなしになってます、うん、これがすごく重要、これが絞れてたりするとものすごくもうそのまんまスポーツっていう感じになっちゃうんでなのでカジャのスウェットはどちらかというとこうちょっとリラックスしたスウェットなんだけどすごくこう綺麗に見えるっていうので、うん、このカジャのスウェットっていうのを合わせてます、はい、中に着てるのはロンティー、うん、これに関してはこれから発売されるオビーのロンティーになるんですけど、めちゃくちゃシンプル、シューズはアディダス合わせガゼルで合わせてるっていう感じでございます。だバランスがちょっとタイトっていうよりは少しこうリラックス気味な感じのシルエットにしていただくた方が今っぽく着れるよっていう感じね、うん、だからそこはこうちょっと皆さんも参考にしていただければなというふうに思います。2つ目のルックなんですけど、まあ、もうちょっと都会的、うん、大人な感じの印象を持たせたいなっていうところで、このジャージに中にこれカジャのコットンカシミアのニットを中に入れてます。これ春に活躍するようなちょっと薄手のニットを、ね、入れて上からアディダスのブルゾン、このジャージ、はい、それだけでやっぱりグッとこう大人になってくる、うん、パンツに関してはデニムになるんですけど、はい、これオビーのデニムです、はい、で僕オビーのデニムは L サイズと XL サイズ持ってるんですけど、これは XL サイズっていうのは緩い方がいいと、はい、さっきも言ったようにちょっとこう緩いリラックスした感じのシルエットっていうのがいいんじゃないかなというところで、シューズに関してはこれバンズオーセンティックなんですけど、ブランドが合わないですけど主張しないじゃないですか、オーセンティックってデザイン的にオーセンティックですか、ね、そうこれナイキ履いちゃうと大喧嘩しちゃうんだよ。だからそういったちょっとしたことを気を使ってもらってコーディネートしていただくっていうのがすごく重要で、うん、必ずその洋服の今日着てる洋服のアイテムの中からある程度こうこいつを主役にしようっていうのを、うん、まずは決めてもらうっていうのがすごく大事かな、はいはい、このジャージに関しても自然的にこいつがもう主役になるって、うん、あとはまあどういう風に大人っぽく組み合わせるのか、ちょっとリラックスした感じの抜けた感じで組み合わせるのか、うんうん、だからまあ今回はその2つ、1個目はちょっと抜けた感じ、はい、2個目はちょっと大人っぽくみたいな、そういう感じのコーディネートにしているというところで、主役を多分見つけるとすごくコーディネートも、まあ、楽しくなるし分かりやすくなってくると思うので、その辺が楽しめるようになってくるといろんなバリエーションっていうのを多分チャレンジしたくなるんじゃないかなと思うので、うん、そういうなんかこう洋服の楽しみ方をしていただけるっていうのがいいんじゃないかなっていうふうに思います。ちなみにこれちょっと参考に4400円でございました。ユーズドはセールになってたからね、はい、4400円の主役が古着屋に行けば見つかるってことなので、うんうんうん、足を運んでいただいて、まあ、楽しみながら買い物していただければいいのかなと思います、はい、ということで今回ですね、下北沢で購入しましたこちらアディダスのユーズドのジャージを、ベースにコーディネートをちょっと組んでみました、はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。この動画が面白いと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録を忘れずによろしくお願いします。お願いします。それではセンスがあれば何でもできるよ。 Thank you.